教会でホニャララしたらダメ。終身刑です。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。世界の変わった法律。おお、そうなんだよ。変わった法律何選でしたっけ。今回は7選です。おー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 。世界にはやべえ法律がたくさんあるということで、そんなにあんだね。それをタワーボース博士が持ってきてくれるという。おー、それではまず第1つ目、イギリスです。1794年の話。4年公の場で何とかをするのが禁止っていうね。キス、おーキスじゃないです。あ、今でも禁止。シルクハット被るの禁止。イギリス紳士のイメージあるから、うん、そうそうそう、オッケーなイメージあるけど、ね、そうそうそう、逆にどこならいいんだろう、うん、1794年って、うん、シルクハットまだ全然流行ってない時期だったね、うんうん、ジョン・ヘザー・リントンっていう人がいて、ファッショニスタですよ、この人。おー、リーダーだね。700年の G ドラゴンみたいな。あ、まあそんな感じですよね。なるほどね。G ドラゴンが、だからもう全然当時流行ってなかったけど、もうシルクハット被ってたわけですよ、はいはい、斬新すぎて、当時からしたら、うん、おー、何あの人、ちょっと怖いんだけどみたいな、うん、もう言っちゃってるやつみたいな。そう、周りが結構ざわついちゃうような。それでビビりすぎて結構もう騒いじゃうんだって。はいはいはい。それで騒いで一人転んで怪我をしてしまったと。おお、うん、だからドラゴンさんは何にもしてねえのに暴行罪で7万円払ったんですよ。だからそれ以来これシルカット禁止になりました。え、今も禁止？今はもちろん大丈夫。ああ、徐々に徐々に受け入れられていって、うん、もう大丈夫。ああ、見慣れてきたな。すげえな。2つ目は中国でございます。捕まってる人が何かをすれば軽減されます。何々とは何でしょう。天皇を褒めちぎる。まあ変わる、まあ、それぐらいのぶちぎるので。レッツペース100キロ上げる。まあちょっと行き過ぎたな。世に貢献しする系だね。ゴミ拾い。お、正解すげえ。マジ正解すげえ。マジ、おお、当たったぞ、ついに。大ヒット商品のアイデアとかそういう大発明をしたら罪が軽減されるんですよ。これで終身刑だったのがもう5年ぐらいの刑期になった人いるんで。めっちゃすごいよ。でもそのまあ大ヒット商品がまあ何かは公表されないんだけどね。ああ、まあそれやったらね。まあ確かにブランディング的によろしいね。そう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 。犯罪者が作りました。3つ目はフランスでございます。女性パンツ禁止です。え、パンツ禁止。あ、あ、ちょっとイントネーションですか。パンツ禁止。ああ、スカートを履けっていう。ああ、もうパンツのこっちのパンツなんだよ。虫早く反応したな。1800年代の話なんだけど、はい、なんでわざわざこれが作られたのかっていうと、男性と同じ権力に女性を同じにさせないようにっていう、そういう思想のもとこれがもう格好から差別だ。そうそうそう。今となってはもう全然相入れないというか、まあそうだ、ね、ダメだってなってて、うん、形骸化していってるという。なるほど。4つ目からね、アホレベルがどん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 上がっていきます。カナダですね、4つ目は。カナダ。カナダってでも実は結構ね、その治安がいい国っていうのはみんな知ってます。そうですね。そんな治安のいいカナダなんですけれども、意味わからない法律があるということで、飛行中の飛行機に乗り込むの禁止。乗らねえわ。どうなるでしょ。どうなるでしょうね。っていうね、いたんですよね、じゃあそういう人が、ね、まあいたのかもしれないし、まあそういう説もあるし、あとカナダの飛行機内って軽犯罪みたいなのが多いんだって。飛行機治安悪いってちょっと。そう、飛行機の中でなんかスリとか窃盗とかなんかそういうのが多いから、ほんならもう乗り込むのやめちゃえばいいんだね。乗り込まないでしょ。平和すぎてそういう法律作っちゃったんだろうね、もうね。そうかもしれない。わあ、どうした。5つ目はアメリカでございます。来た、おバカ大国。州ごとにやっぱ法律を作れるから、やっぱだからもう自由に法律作れる分、る、ね、もう変な法律 もう出てきやすいっていうことなんですね。なるほど。とこれもクイズでいきましょうかね。おっしゃ。教会でホニャララしたらダメ、ね、死後、死後。あー、近いですね。ネガティブな発言。正解は滑ったら罰金。やべ、俺いけねえ、俺いけねえ。ちょっとミスったわ。罰金でもないです。え、滑ったら終身刑です。俺アメリカ行きたくない。滑ったら
何なんかもうそこでボケた人がいるの行って終身刑になった人がいますうわマジ教会っていうのはやっぱそういうね、うん、正式なやつ神聖なそうそれが言いたかったなんだお前正式なやつ神聖な場所だからこんなんで滑るとか何事だっていうことで終身刑、まあ、そもそもボケるなっていう話ですよ、ね、あでもねこれね何がすごいかって言ったらまたちょっと似たような法律で教会で屁こいたらダメっていうのがあってこれは罰金10万なんですよ、滑った方が罪重いっていう、ちょっとやばいちょっとアメリカっぽいとやばい受けが何でもありみたいなところがちょっとアメリカっぽいところでもあるんだけど俺屁もこくし滑るしやべえまあでもみんなで行けば大丈夫笑ってあげるよあそれじゃあなんかやってみんなやってみ神様神様神様お願い終身刑ですマジでお前終身刑企画でやめてね、あの行かせるとかね怖いから終身刑終身刑6個目カリフォルニア州でございますビッグなー、ね、これやばそうだ大の字になって高速道路で寝てはいけない仮芸だろ高速道路で寝て一番最初に寝た人がバーベキューに行ったんだってその仲間5、6人ぐらいで、うん、そこで酒飲んで酔っ払ってで、うえーってなって帰ってる途中でおここで寝たら気持ちよさそうやなアホだ全然車も取ってないし寝てみようぜってなってこの距離も OK だった死んではないね死んではない引かれればよかった引かれればよかったえ、それ大の字寝たらアウトなのまあ、引かれたら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 引かいやでも本当に車通らないだろうかねカリフォルニアとか本当にルート66ですよそれこそああそうねでも実際気持ちよさそうだよねでもね、うん、あんな広大とかに寝たらそれは気持ちいいですよね、うん、確かにただ硬いけどね下ねめちゃめちゃ確かにねごめんな頑張って喋ってもう死刑でしょこれは過激よねお前は終身刑でないとやつ引きの刑ですお前は僕もというかどんどん死んでいくわ斬首しましょうか。よく知りもいいです。ああ、出た、やばい、一番やばい。7つ目という。来た、最後。これえぐいぞ。どうせアメリカでしょ。まあね、こんだけアメリカぶっ飛んでますからね。アメリカじゃないですね。おお。ポーランドなんだけど。ポーランド。テレビで何かを流したらダメなんですよね。さあ、何でしょう。ズズズってやつ。違う、もう普通だわ。普通だわ。違う。普通だわ。エロいやつ。こんな感じなんだけど。いやいやいやみたいな。当てた方がいいよ。当てたら当てたら骨になる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 チンチンまあでもみんなで行けば大丈夫笑ってあげるよ笑ってあげるよいやもう答え言っちゃいますこれもう、はい、プーさん流すの禁止あのディズニーの大人気意味わかんないでしょこれ、理由はエロ目的なんですよね子供から見て上着しか着なくて下半身丸出しだからもうポルノ的にこれは良くないって国会議員が国会で言ったんですよ聞けないからそうそうでこれがなんと判決通ってしまってやばいプーさん流すのが禁止になったんですまあでもこれもそんなバカな話あるかってことで一時期だけね素晴らしい今日のまとめ、そうだ面白い本当面白いまあ変だね、法律は法律といえば、国会じゃないですかこんな変な法律をね、作るのはねどう考えてもおかしいと絶対黒幕がいるわけですよまあ法律を作るのは皆さんもちろん国会ですよね皆さん、三権分立ってありますよねはい国会と裁判所と内閣この逆三角形フリーメイソンが働いてるんですよねすげーお前、正義がやるやつに何弱いねこれが10回に1回だけ許されるだけだよ思ったけど、まだ終わってませんおお三権分立の真ん中に位置するのが我ら国民なわけですおこのフリーメイソンの逆三角形の真ん中を指し表すものはそうプロビデンスの目これはつまり真実の目とも言われております真実の目と国民が重なっているわけですそうこの変わった法律を見破るのは我ら国民なのかもしれません
信じるか信じないかはあなた次第です。もうすごいな。魂しいな。言葉並べたね。うめえな。身振りも多かったのもうすごい。だってなんかもう引っ張られるの待ってたもん。喋り方がもう引っ張られるの待ってた。はい、ということで、もう第3回、まあ4回ぐらいですかね。実は結構やってます、このシリーズ。意外とやってますね。皆さん概要欄から過去のシリーズ見れますので、ぜひ面白かったら見てみてください。はい、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイビーバイビーシュビゲン。